リベンジン版イガーファンディングルッキーズムってこの容姿がいいですよとか悪いですよっていうことがルッキーズムですよねでも重森さん逆なんですよね逆、えっと、ルッキーズムは OK なんですよ2つ考えてほしいです一つは生物学的な意味と今の社会社会の意味で2つ考えてほしいです一つは今みたいにその顔がいい悪い差別ということですね で社会学的な意味ではそういうふうな差がないものにしてみんな平等こういう面接とかも全くその用紙関係なく大学入試とか今そうですね AO とかあの推薦入試がありますけど用紙で全くないものとして。 されてますけど最近その研究で分かってきたのがあの非認知的な容姿とかで実は関係あるってことですよね、はい、全然関係があるペーパーテストとか面接で実はないように見せかけてるけど、はい、実は容姿で判断されてるっていうことそう,そういうこと、はい、判断されてだって僕で飲みに行くとイケメン爆発しちゃうといつも思ってるもん <laughs> 最後全部イケメンに持ってかれちゃうから一生懸命しゃべっても <laughs> だからやっぱりそういう意味では容姿しょうがないよねはいしょうがないと思いますだからもうイケメンっ <laughs> たゃい見目である程度判断<え> <laughs> されてるのに、お前なんか、他のところで努力しようとしてるじゃんみたいなところが。変だっていうことですか。あ、そうです。その人を否定する感じになりますよね。本当は容姿で、差があるのに、ないものとして。勉強頑張れとか。はい。その議論の一部は意味がわかるんですけど、それと東京大学入ること。に何がじゃ、今この、いいとこだったのに。もしその、入れたら、もっとその連絡していただけるじゃないですか。信用が得て。もうそこですね。 もうあの時系列が反対なんですよ、うん、先に僕がトラウマをなくしたいっていうのがあってでこういうふうな考え方にたどり着いてそうしたらあ東大受かったら本当にこの考えがそのブーストをしてもっと広まっていただければいいかなっていう感じが、まあ、確かに重森さんが東大に入らないと、はい、この理論完成ししない気がします認知症の長谷川先生っいう長谷川和夫先生、うん、も亡くなった先生がいるんですけど認知症のもう第一人者の方ですよその人は若い時にその認知症の判断診断基準を作ったんですよで言われたのが あなたが最終的に認知症にならないとこの研究は完成しないと言われたんです多分僕はそれ,を <laughs> それと同じことを言おうとしてるんですけど、はい、っていうのを感じちゃいました。はい、今ちょっと重森さんと同じ方向見えちゃったんですけど。結局あのー 学歴が東大になりましたと次違う自分の欠点見つけてやっぱ俺用紙がダメだからやっぱ今いけてねえんだみたいな次用紙直すじゃんただまた違うものが見つけて結局永遠に完成しない気がするんだよねこの感じだと。人の強盗してそれは OK ケー、うん。関係しないこれは <laughs> 僕もそう思いますあの。東大入っても関係しないい関係しないとなとぜかというとあのやっぱりねこう進むべく道に方向にはねそれなんていうかな頭のいい人がたくさんいるし多分こうやって議論してねいろいろ詰めていくことになると思うんですよ。 そういった時君は多分ね論破されるねこのままだと <laughs> と思います。ちょっと浅いまあ、だけどね穏やかですごく質疑も穏やかでね僕なんかどっちかというと好感持ちますよ。 前回の放送はめちゃくちゃゃくななやつだなもうなんかもうキモいなんか <laughs> あキモいって言っちゃいけないんだけど <laughs> <laughs> そのぐらいの思ったのは見た目じゃないよその受け答えがね、はい、思ったけどなんか今日割と穏やかだし、まあ、前回よりもまあ少し考え方はまとまってきて方向性もちゃんとして一応ねちゃんとしたものをこっちに持ってきたのかなっていう気はするけどさっきまあ寺本さんおっしゃったように東大入るのとやっぱり結びつかないからこの計画でね、はい、ちょっとこうお金出しにくいなと。はい いう気はちょっとするよね。はい、東大に入って研究とかどうですか?。そうしてもらいたいんですよね。むしろ。こういうルッキズムとか、メルトンクラスの研究ができたら。杉森さんの中で、何かいい方向に向かうんじゃないかと思ってます、<ー>そういう意味も含めて、完成するんじゃないかなっていう。あ、はい。ルッキズムやっぱないですからね。なかなか。その、今の、その、はっきり。ど、どこで。 ど,どこに行ったらどういう研究が学問,学問をしたいんですかそれともその困ってる人を助けたいんですか両方させていただきたいですね。ななんか困ってる人を助けたいんだったら、はい、やっぱり発信力を高めて、はい、で今どん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 そういう問い合わせが来て、はい、相談に乗って、はい、それで重森さんの技術知識も上がっていくっていうことで、はい、なんかすごいいいなとは思うんですけど。はい そうです研究はやっぱりさせていいたただきたいのがやっぱりありあますね意外に僕もね勉強もしてないのにセンターで、ね、今何て言うかな何て言うんで7割取ってるっていうのもちょっとびっくりしたねもっと低いのかなと思ったけどじゃあ誰かパートナーが見つかって勉強したら9割ぐらい取れるんちゃうの

あ最近ようやく言えるようになってきた風潮ですね、23年前までは、ね。うちのなんて遺伝するんじゃないの、普通に、<の>頭なんてあると思いますよ。<う>あの先生方はやっぱりその、解明的ですから、文化に対して。<ー> <laughs> あの僕が言ってるのは、あのその橘明さんとかの本であの、まあ、見たので、で安藤樹浩さんですよねあの、行動遺伝学は、やっぱりその方がすごくそのおっしゃられて、やっぱり学問がやりたいんだよ。 要はやっぱりそこと現場ってかけ離れ、はい、私はずっと現場でソーシャルワーカーとして働いてるんで、はいはい、そんなこと言ってたら助けれない誰も <laughs> もっと悲惨だから現場は、はい、学問がやりたいんですよ。はい、え盛さんんはは遺伝的にはどうなんですかあの前炎上したみたいにかなりその知能はあのよく親ガチャあたりで遺伝してると思います。そ<ー> <laughs> そもそも そのルッキうんぬんとか過去にいじめされた経験とか含めてそういういじめられてる方の人格が少しいじめた方ね、はい、が悪いのでいじめをするとかなってるわけじゃないですかで人格形成って基本的には幼少期に行われるようなイメージが僕はあって渋、はい、森さんが例えば東京大学入って東京大学出身の先生が幼児教室みたいなのを開きますっていうんであれば例えば幼児の子たちに対してこういうのやっていかない社会の方がいいんだよみたいな。 教育をするんやったらこのプランでも僕は賛同できるんですけど、はい、先ほど水木先生おっしゃった教授になられてとかそこを研究されてとかなってもいくら研究が進んでも社会ってそんなに大きく変わらない気がするんですよね。はいいそうだと思いますってなったらあなたの自己満足じゃないですか。<laughs> まあ、でも学問がしたいんだったらそれでいい気もしますけど <laughs>、まあ、で学問そういうものでそうやったらそのその書かなかったらいいんですよこんなん。 学問がしたいでいいんですよ。私はもう両方させていただきたいですね。もう、もうあのむしろその負けて今その考える方が私は問題だと思いますね。実際にもしあのこうやってやり取りをしてで大学の方でこういう知識を深めていくというふうな感じ。両方しないとダメですね。まあ皆さんね、今回の重森さんのプランっていうのは彼の考え方をいろんなところに伝えていってそれをマネタイズしたいって話なんですよ。そこでビジネスになるんで60万くださいと。 その60万の使い道が今灯台に入るっていうことに使うって言ってるんですけど、まあ、この灯台に入るのが必要なだと思ってる方と必要じゃないと思ってる方は両方いらっしゃると思うんですねこの虎の中に。なのでどちらでもいいと思うんですそれは。でもこの考え方が60万の価値があると思えば出せばいいしあまりその灯台の意味をどんどん突き詰めていくとちょっと煮詰まるかもしれないなと思ってます。 すっごい人が多くて、ねはい、あの平和な時代だったらいいんですけど、はい、今ってなんか視聴者の人も多分いろいろ何で働かないのって思ってる人たくさんいる慶応まで出て何で働かないのって思ってる人たくさんいると思うんですよ。はい、というのも今もうほんと現場ってどこもかしくも人が足りないんですよ。はい、そん中で慶応出てまだだだ俺は東大行きたいんんから勉強するんだみたいなでも一人じゃ勉強できないから友達も集めて勉強したいんだっていうのが、はい、世間的に見てどうだと思います、はい えっとはいそうですはいもうあの最初からそれははい想定済みです批判されることは十分承知です、うん、批判というか、はい、なんか頑張ってる人たちにどう思います現場であの私も頑張っているような。うん 感じに見てもらいたいたですあの同じような感じも,もう勉強できないですとか、うん、実際仕事をされてもう職場でメンタルをや,やられてしまって休職、うん、されてでうつ病になってニートになっても未来がないって方々も連絡していただいて、うん、で実際おそらくキハイの後に入社していたら多分同じようなことになっていたと思うんですよね、うん、ずっと。で会社が続かなかったかもしれないって<で>。っ100%そうだと思います私も。うん、なのののでででそそういうい未来を自分でも考えてて今やってるのはその 未来の自分もにも通じるような考えです、ねね、で僕なんかは慶応日本屈指のインテリジェンスキャンプラー予想屋マスター未来で進競馬予想屋歴28年勝負師の顔その裏に持ち合わせるのは偏差値100超えの数学力慶応卒弁理士の頭脳マジックミラーカーで見せるエンターテイナーの精神令和の虎発展を見抜いた太さんの虎その分析力で新しい未来も予想できるのか 僕なんかは競泳出て競馬の予想やってるんですよ。すごい幸せですよ毎日。だから好きなことやればいいんですよ。はい、だからそれ好きなことやればいいと思うんだけど、はい、だとしたら東大行かなくてもいいよねとも思うし、はい、やりたいこととして多分本当ねこういう問題を解決したいっていうので、はい、いいと思うのは別にあの悩み相談受けてね、はい、それをビジネスにするでもいいと思うんだけど、はいはい、やっぱ東大行かなくてもいいんじゃないかなと思っちゃうんだよね。あのー、もしその別の方向で、うん、例えばそのまあ。 何,何らかの手段でお金を稼ぎますとか東大ではない手段でうまくいっていれば確かにその,のそうコンプレックス解決すると思うんだよねはい、はい、でもその一つですね完全に東大っていうのは今その僕がやってるのはだから一つなのであくまで手段が。 はい、何個かやってるうちの一つで,すでも今の話とするとすごいニッチでいいと思ってて、はい、例えばすごく重りさんの考えに近くて、はい、それで本当に悩んで一緒に勉強するとか、はい、そういうちょっとしたとこで一人が食っていく分ぐぐらいは稼ぐの簡単ですよ <laughs> そういうマネタイズにした方が本人幸せなんじゃないかなっていう気がするんだよね。まあ,のまあそうだと思うんですけどやっぱり僕自身がその、はい、こさっき申しましたけど田舎のまあ マジですごい孤独だったので、はい、東京もっと孤独ですよう東京はもっと孤独よ東京は孤独そんな隣のつながりなんかもないしねだあんまり考えすぎじゃ真剣にあ井口さん、ね、あ私ちょっとねわかんないことがあって、はい、ぜひ聞きたいことがあるんですよ株式<あ>会社ディアロードホールディングス代表井口智明 で,のトレで完全ゴール長野木底場泥酔公園を DIY 開発中建設行政美容業界と異色の経歴多分野での資格取得を武器多事業展開800人の正社員を権利するこの男まさに奇祭遊び心とビジネスへの嗅覚で志願者の挑戦を新たなステージへと導く分かんないことがあって、はい、ぜひ聞きたいことがあるんですよ。はい、学問が発展すすればするほど、はい 例えば不登校が増えたり、はい、あのうつ病が増えたりしてる気がするんですね。はい、やっぱり時代とともにうつ病も増えるし不登校も増えてきてるじゃないですか。はい、それって学問となんかね反比例しちゃってるようなイメージがあるんですけどどうですか。はい学問に責任はないんですけど、はい、学問に対して競争が激しい状況がダメだというふうに理解してあごめんなさいえっ、ー、とちょっと違って<あ>その例えばそのうつ病に気を使ったりとか、はい、まあそういう社会的にそういう弱者を守る、はいまあ、守るほど、はいはい 逆にうつ病が増えたり今すごいですよ会社でも、はい、うで学校でもどん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 、はい、不登校増えてるじゃないですか、はい、そ,ですその理由は何だと思いますあそれが一番最初に書かせていただいたやればできるっていう考え方ですね。<ー>やその確かにに先生方は本当に、まああの 分かっていらっしゃると思うんですけどもう分かってないというふうに私は考えています現場の人たちが今能力が足りないのはお前が努力不足だからってもうずっと言い合ってるふうな状態だと思っていますいや会社でそんなこと言う人今いないですよでそれでもやっぱり昭和の方が昭和のお前らしっかりやれ裸になれって言った時の方がよっぽど誰も不登校になってないし うつ病もほなかったんですよ昔のほとんど。はい、今会社なんてもう何パーセントがうつ病で休むかおっしゃると、はい、なんかこれって本当にこういうことで治っていくんですかね。うつ病で言うとちょっとあの,あの,あの診断基準とかがそういう医学的な学問が発展してしたおかげで、この人はうつ病ですよっていう言えるような環境に今なってるので、あと精神科に行きやすいっていう環境、まあそのせい っていうのは正直あるとそれが逆モの発展と私はつながってると思うんですよ要は。でそこで「なぜだと思いますか?」っていうその今「お前努力しろ」みたいなことを言ってないっていう状況がそれがちょっと違うんだと。なるほどね。それが汚いやそれを聞くから何かやっぱり皆さん思ってるって感じですねもう本当に言わないだけで皆さん思ってでこあの。 あの、また燃えるかもしれませんが、あのメリットクラシーという考え方なんですよね。うん、<の>努力するとは言わなきゃいけないんだよね。そうですね。はい、え、杉森さんはどっちの立場なんですか？努力はした方がいいんですか？あのはい、あの,、はい、あの自分の限界まで努力することをしまあ、しないといけませんけど、限界があるっていう立場です。でも限界以上にそんなに努力しなくないですか？うん、人間だからそ,その考えがすごくその境界なんですよね。めっちゃわかるんですけど、僕なんかドラゴンボールみたいな感じですよね？ あインフレですか,、ね、えなんか死にかけたら強くなるみたいな <laughs> 僕も受験勉強とかもう学校の勉強で死ぬかと思ったんですよああマジで、はい、それこそ鬱になったんですね本気で、はい、で復活した時によしみたいな感じになれたんで、はい、限界までやってみるのはいいいと思います、はい、でも限界っていうのは自分で考えなきゃいけないしこれ超えたら本気で死ぬっていうところがあるんで、はい、それは超えちゃいけないっていうのをそこを発見するっていうのはすごく大事だと思う、はい っていう感じですそれがやっぱりできない人が多いですのでやっぱりそういうその考え方自体もまだ持ってない方もいらっしゃいますしで最後はやっぱりそうこういう袋小路になってしまうんですよねこの考え方って。答えがない問いに対してどれだけ自分の考えを持って進めるかというふうな感じだと思ってるので。あのあれだよみんな 審判なるんかね宗教家みたいいやこれ言っていいか分かんないんですけど<う>あの昔に重森さんみたいな方と出会ったことを思い出したんですけどその方は東京大学卒業されてます、うん、ですごい会話がかみ合わない中で何かこう自分にできることを考えていらっしゃって、うん、ある日連絡もらってその方が「自分は病院に行ったら、まあ、あのちょっと病気を持ってました」っていうのを 認められたんでですよご自身でそこからそれを解決するために同じ症状の方を救うためのビジネスじゃないけどやっていきますっていうので、まあ、障害関係の事業をやられて成功されてる方いらっしゃるんですよ。うんまあ、もちろん大前提として下森さんんがそうだって言ってて言ないんですよ、はい、ただご自身と同じ環境の方を救いたいとかって、はい、まあすごい大義はいいんですけどなぜそうなったのかとか含めてご自身で分析されてるのかなっていうのが気になったり。 そうですはいあのやっぱり自分の今までされてきたこの容姿でしたりあの学校でしたりそういう風なのとこのいじめ相談ってやっぱ直に結びついてますしでルッキズムに関してもその容姿でしたりがあ,のあるのでその一番の原原動動力力なんです原動力ですす完全にその私の中では生理がついてあのこの道で進んでいくことに対して確信がある状態ですので今回その受験生版であの連絡いただいたことによって初めて社会 とのつながりができて正しいんだなっていうふうが分かったって感じですね。 私ね受験もしたことないです今まで一冊も全然うつ病なんかなりそうもないしすごい幸せで生きてるんでやっぱりいろんな生き方あるんでまあんかちょっと思考が偏りしぎてるかなってそんな感じはしますね。一部の主張はすごく納得もできるんですけど全然納得できない主張もあられるんで逆に言ったら声もすごいいいじゃないですか声優さんかなっていうぐらいいい声されてるんでなんかこう生ライブじゃないけど。 それって結構賛否を起こしてコメント欄とか投げ銭とかあってそれでいや世の中にこういう問題を定義するっていう形で結果よくてやっぱり東大いらないんじゃないかなって思っちゃうんですけど必要ですか東京大学はうん、うん、行った方がいいと思います僕は僕らの考えるとやっぱ、うん、超越してるんだとと思思すすただだだ天才だと思います彼はだから天才が集まってるところに僕は行ってでその中でも生まれた方がいいと思いますねね僕もねいけるんちゃうかなと思いますね。 そのパートナー勉強できるパートナーが、いやでも若者足りないんで働いてください。<laughs> 本当に若者足りないんです、仕事職場で、はい、働いてください。<laughs> 中一郎してますから、そんな若くないです。そうか。十 <laughs> <laughs> 回失敗してるんです、ね <laughs> ち。ちょちょっとこれいいですか、あの必要資金のところで、一年分の学費って。受かったらってことですか。あ、ごめんさい、それ、あ、違います。あの、大学の今、入、入学が五十四万円じゃないですか。それを、あんまり、あの、ま、まだ普及、その知っていただか。 聞きたいなと思った調べれば多分出てくると。あ、そのめっちゃ安いですね。高め。高くはなってますけどね。これはえっと知っていただきたいから六十って書いたってことは、本当は別のことに使うということですか。あ、いやまあその受験費用ですね。学費って書いてるからこれ受かったらじゃなくて。いや学費をあの表したかったので、でごめんなさい。そうそうではないです。学費って書いてます。受験費用として使いたい。はい。受験費用としてです。はい。これのもうちょっと細かい内訳だとどうなります。 この学費を何に使いますか？あ、その東大受験までのその生活費とか受験費用ですね。あ、生活費？あ、生活費,生活費ね。はい、働かないでもう勉強にフルコミットしたいと。あ,あ、いや、働きつつっていう感じです。あ、じゃあこれは一年間の学費に使うわけではないということですね。まあか使う可能性もあるけど。あ、そうだ、使う可能性もありますし。うん っていう感じです。まあどっちにしても六十万円くれれば、この考え方を広める活動をしつつ、東大も受けるぞと。いうこ今年東大受かったら、このどうなるんですか。こんなに多分使わないと思います。学費が五十四万円。あ、そっか、そっか。え、今年落ちちゃったら、あの来年までの生活費になるっていう感じですね。まあ、とにかく六十万くれってことですね。そういう感じ。ちなみに分一出すの、分散出すの。いや、分散です。あ、分散です。まあ、仕切りいけるかな、じゃ。ね、二時頑張れば、ワンちゃんはね。 志願者に寄り添いその思いを紐解く理解を示し始める虎の面々迎える最終局面いかなる答えを導き出すのか家事代行はフィリピン人のピナイ詳しくは概要欄からでは最後に一言、し言重りさんからお願いしますラストストトトテートメントですあ はい、あのすいません本日は長々とお話を聞いていただきましてありがとうございましたどういう結果であろうと私の,そのこれまで半年の成果は十分見えてきたと思いますのでこれからもその活動の方を継続させていただきたく思います本日はありがとうございましたではファイナルジャッジメントタイムに入りますので重、えっと、森さん壁側をお向きくださいあ、はいはい 今回はサポートなんで金額を書いていただければ大丈夫ですなんですけどちょっともう一枚お配りして皆さん重森さんがこのビジネスを成功させるために東大に行くべきか行かないべきかという皆さんのご意見をぜひ端的に書いていただこうかなと思いますこれは別にオールナッシングには何も関係なくてただの僕の好奇心ですはいでは重森さん前を向くください それではただいまより最終決断に入ります。1枠平井で社長お願いします。はい。金額はゼロでナッシングで、東大は行く必要なしだと思ってます。で、まあすごい優秀な方だなっていうのはすごいわかるんですけど、僕実は、えっと、筑波大付属っていう、えー、まあクラスで半分ぐらい東大会社になるような学校で、そういういろんな高学歴の人をいっぱい見てきて、で、あの、今47歳なんですね。で、筑波大付属出て、慶応出て、弁理士の資格持ってて、やってること競馬の予想やですよ。でも、 多分四十七歳になって、同級生で、一番幸せなのは僕だって自信あります。だから、そんなのこだわらなくていいですよ。自分なりたいことをやって、で、一人だったら。そこそこ稼げる方法いっぱいあると思います。頭もいいんで、ぜひ頑張っていただきたいなと思ってます。はい、では、二枠谷本社長お願いします。はい。まず、金額は十万円ぐらいです。えっ、ー、と、まあ、勇気というか、以前あんな系コメント欄とかも。結構炎上してたんですけど、そこで出てこられた勇気と活動内容というか。 発信していきたい内容は一部賛同できたので、極論あの僕は東京大学に行く必要はないんじゃないかなって思っているので、極論この10万円が YouTube 活動とかに使われてもいいのかなと思って、まあそれぐらいの金額です。はいはい、谷本社長から10万円出ました。ええー、では三枠お願いします。はい、あのまずあの東大に行く必要があるかどうかからなんですけど、はいま、全く興味ないです。 どち,どちらでもいいんです、ね。<laughs> どっちらでもいい、ね。どっちで全く嫌いない。はい、そんなのは。で、金額なんですけど。はい。二十万です。ええー、とですね。私は重盛さんのこと結構好きです。以上。<laughs> <laughs> はい。井口社長から二十万円が出ました。えー、では、山国光樹社長。あはい。光樹先生。はい。お願いします。えーとどっちから行こう。東大から行きましょうか。はい、ごめんなさい。 はい、あいきます東大はいいけ、はい、行ってほしいですもう僕の考えというか虎の考えを超越していると思いますなので東大行ってその中でもさらに産を放ってでも欲しいで、えー、と公衆衛生的な考えかもしれないですけど学問を覚めてその学問が広まることによって今この瞬間の世の中の人じゃなくて後世に伝わってあのどんどん伝えていって100年後200年後の日本っていうのを変えてほしいと思ってます。なので東大行っててほししい金としてはもう よいしょ全部いきます<ー>どうぞもう僕のお金でいってください <laughs> 水木先生から60万円が出ましたこの時点で完全オール達成ですおめでたいついでにその右の腕はどうしたんですかえっとボールを投げた途端に折れました <laughs> はいあの草野球が趣味なもんで<だ>草野球のおじさん草野球のおじさんに多いんで <laughs> 草薬やっててるおじささん気をつけてください、はい、<laughs> では最後ごますまず、えー、東大へはどちらでもいいと思います。というのは彼の活動をしていく上であで、のー、絶対ではないと思うんですよね。行かないからといってこれはできないかっていったら、まあ、できなくもないだからマストではないと思うのでどっちでもいいと思いました。はい、で僕は多分オールにならないと思ったので、えー、1万円にして。<laughs> <laughs> でお助けだるまかなと思ったんですけど,ど思ったんだけどまあ水木先生言ったのでまああんまりご悪の意味がないですかね僕ねいいえとんでもないですただねただあの本、ー、当前回の受験生版の時と違っていや丸、ま、っきり棒にも箸にものやつだなと思ってたけど今回はだいぶあれじゃない考えてきたの前より。 あいやあの全く同じですそうなんか前の並んでる虎が悪いっていう話じゃないですか並んでる多分そうだと思いますよ虎 <laughs> がアホだったの前こちらにやっぱ傾聴の視線がなかったんです今回みんな傾聴の視線が<や>今回コートがちょっと以前のドラクラみたいなのよりマシな感じもいいかもしれないですね,ねいや全く同じでハニモさんと同じで一部わかるもん僕も言ってることがそうだなと思うところがあるしなんて受け答えが本当にそんな感情的でもないしね穏やかにちゃんと 答えるし別に悪くないなと思ったんですよね。でみんなオルならないからさあ行こうかと初めて出してみようかなと思ってたんですけどありがとうございます。<laughs> ありがとうございまますいやでも木下先生から1万円がが出ましたありがとうございいます、はい、というわけでなんとエクシードですねこれはエクシードになりまし九ああ、はい、91万円になりまして、まあ、この中から60万円分を選んでいただくことになるんですがどのように選んでいただいても 大丈夫です。まあ木下先生の1万円が分かりにくいんで10万にしてくれとかもありだと思います。ワンチャンこんなありだろ。それはダメでしょ。れしょそれは木下さんに怒られます、ね。な <laughs> 1万は切ってもらった方がいいと思います <laughs>。いやでもね、<あ>ほら出したいってのからね。どう選んでいただいてあ、そのあできれば皆さんからいただきたいんですけど。<laughs> はい、そこは普通なんだね。<laughs> <laughs> あそこ普通だね、ほんまに。でもみんなからこう承認されたっていうね。

はい、では最後に重森さんから一言お願いします。あ、あの、本当に、すみません、あの、もう、お話を聞いていただけるだけです。すません。あの、本当にありがとうございました。まあ、来月なんですけど、入試の方が、あの、入試と、あの、あの、相談の方、両方ともさせていただきたと思います。本日はありがとうございました。はい、僕からもちょっと一言だけ、あれなんですけど、重森、はい、さん、僕、受験生版で見てた時は、本当に意味わからんなと思って見てたんですけど。えっ、はい、ここ、横に座って。 声がいいのかななんか聞いてるとだんだん引き込まれてきまして分かるなんかこうマンツーマンで相談をしたいっていう人の気持ちがちょっとなんとなく分かるかなと思ったんですごくこうダイレクトに接すると分かる素敵な魅力だなと思いました。すみませんありがとうございますはい。そうですす。ね。無事の合格を祈っておりますということで完全オール重りさんおめでとうございました。 受験生版タイガーファンディングのナッシングから大逆転志願者重盛の挑戦その結果はエクシード見事リベンジを達成トラたちのサポートを得ながらいかなる未来を引き寄せるのか物語の行方は続報を待て